はい、ルルカです。今回はね、昨日行われた楽天グループの決算説明会の中で紹介されたね、楽天モバイルに関してお話していこうかなと思います。まあ、昨日ありましたね、楽天モバイル超赤字を出したというところで、楽天モバイル大丈夫か他社に売られちゃうんじゃないの潰れちゃうんじゃないのみたいなことまで言ってる方がいたんですけれど、まあ、実際ね、ルルカに関して楽天の決算説明会の方、YouTube の方で見させていただいて、思うところもあったんですけど、まあ、個人的にはね、楽天モバイルまだまだ大丈夫だと思いますので、まあ、その辺のね、ルルカの主観も含めて、昨日のね、決算説明会の楽天モバイル の部分に関してお話していこうと思いますのでよろしければね最後まで見ていってくださいでは楽天グループのね公式のページで楽天モバイルどんなものかっていうのに関して簡単にね説明している部分がありますのでまずそちらのを読んだ後に、まあ、決算説明会でいろんなね表とかを出しながら説明していた部分っていうのもあるので、まあ、その辺に関してね触れていこうかなと思いますではねまず簡易的な部分から読んでいきますが2022年2月楽天モバイルの楽天回線エリアによる法事人口カバー率が96%に到達総務省により2018年4月に認定 を受けた第4世代移動通信システムの復旧のための特定基地局の開設計画で予定していた人口カバー率96%の到達を2026年3月末から約4年前倒しで達成というところで楽天としてはね自分たちの技術力があったからこそね4年間前倒しすることができたというところに関してどうやっていましたまあねどうやりたくなる気持ちもわかりますね予定よりも4年間も早く達成したというところでうちのね技術力どうやって感じだったわけなんですけれど楽天モバイルのね情報を追っている方からしてしまうと一応ね去年の夏 頃には人口株価率96いけるってて話をしていたもともとねこっちの話をしていて96%にね早くなったのであればおやべえ早いじゃんってなるんですけれどまあ夏頃って言っていたのがなんだかんだ言ってね年をまたいで春になってしまったのでそういうのをね追っていた人からするとまあちょっとなって思う部分もあったんじゃないかなと思います、まあ、その辺に関してはねやっぱ決算説明会いいところを出したいので触れることなくねこの4年前倒しってのを押していました、まあ、当然といえば当然ですねでモバイルセグメントにおける2021年度の売上収益は275億円 前年比31.9%増増と大幅増収を記録。で、この理由の部分なんですけど、まあ、1年間無料キャンペーンをね、使っていた方っていうのが、まあ、1年間無料キャンペーンが終了して、まあ、売り上げが上がってきたっていうのと、あとね、デバイス売り上げの増加っていうところで、まあ、楽天さんね、かなりお得なキャンペーンをやって端末売ってましたよね。で、その端末の売り上げですね、あくまで売り上げっていう部分になっているので、利益部分としてはどうかわかりません。ね、売り上げっていうのに関しては、売れれば売り上げになってくるので、割引クーポンだったりとか、お得なね、ポイント還元をやっていて、実質の利益っていうのを圧迫していても、 売上自体としてはね、やっぱあんだけお得なキャンペーンをやっていれば、非常にね、増加するのは当たり前じゃないかなと思います。そして通信プラットフォーム事業である楽天シンフォーの売上計上が貢献。というところで売上がね、31.9%増加した。というところになっています。で、この次なんですけれど、ま、あしれっと書かれているんだけど、ここがね、大事な部分になっています。普通ね、ここを多分ね、太字で書いた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、セグメント損失は計画を前倒しで進めた携帯電話基地局の開設に伴い、4212億円を計上。というところで、売上がね、2275億円。もう絶好調だよ。 っていうのね黒字にしているんですけど、まあ、実際問題は4212億円赤字になっているということのようです。まあ、ルルカねこの辺の見方がわからないので、このね文章だけを見ると、まあ、普通に売上が2275億円で差額っていうのがマイナスなのかなと思ったんですけれど、まあ、いろんな情報を見ていくとこのね4000億円っていうのがどうやら最終的な楽天モバイルの赤字のようです。まあこれに関してもねルルカのね見方が間違っていたら申し訳ないんですけれど、いろんな情報を見た感じではこの辺が実際の最終的な赤字額になっているようです。違ったらねコメントでねぜひ教えていただきたいんですけれど、であと1 無料キャンンペーーー適用終了ユーザーのさらなる増加ローミング費用削除効果により2022年第4四半期以降の収益の改善を見込むっていうことで1年間無料キャンペーン去年の4月まで行われていたキャンペーンになっていますんで本日が2月っていうところで最終としてもあと2ヶ月ぐらいで1年間無料キャンペーンが終わります。でそれが終わった後に関して、まあ、その人たちがね課金してくれるかどうかっていうのは分かんないんですけれど楽天モバイル側としてはね、まあ、この人たちに関して課金してくれるだろうっていう大前提、まあ、プラスね英雄回線が使えない地域を増やしたことによって、まあ、収益がね 改善するっていう見込みになっているってことが発表されていますそして2月現在 MNO サービスと MVNO サービスの合計契約回線数は550万を突破順調にね顧客獲得が伸びていて中でも MNO サービスにおいて MNP 要はナンバーポータビリティですね他社からの移行っていうところに関して契約割合が多くて契約割合が伸びてるという形になっているようです、まあ、やっぱね楽天モバイル iPhone とか特になんですけれどナンバーポータビリティで移行することによって iPhone を非常にお得に購入することができるキャンペーンなんてものが行われていたのでその の要因がでかかいいんじゃないかなと思いますっていうところで楽天モバイルのね決算内容に関しての説明になっていますまあ実際にはね楽天モバイルの決算説明会ではもうちょっとね踏み込んだような話もしていましたので、まあ、そちらに関して、まあ、決算説明会での楽天モバイルの部分での資料っていうものがありますのでそちらの方を見ながら、まあ、ルルカのね主観も含めながら、まあ、ツッコミながらねお話していこうかなと思いますよろしければね皆さんのツッコミもコメントでいただけると嬉しいですあくまでねルルカの主観になりますはいでは決算説明会でね実際にお話しされた内容見ていこうかなと思うんですけれどまずねモバイル ハイライラトというところで注目する点ですねっていうのになっています3つのねハイライトが出ているんですけれど、まあ、楽天回線エリアの 4G 人口バー率96%達成についての部分あとは顧客獲得が順調に進んでいる部分さらに、まあ、オリコンでね顧客満足度で1位を獲得したって部分が注目の点になってくると思いますそれに関してのねグラフもあったりとかしますので、まあ、それをね見ながらお話していこうかなと思いますはいまずは人口バー率96%到達っていうところになってるんですけれど、まあ、こちらに関してはねとりあえず4年前倒ししたことに関してうちらすぎ だだろうううっってていいのをどやっておりまししたたそそよよねね自慢とこですよ、ね、先ほども言った通り、まり、あ、一応最初にね三木谷さんが夏頃までにできるっていう話をしていたんで、まあ、そこから伸びてしまったっていう部分はあるんですけど、まあ、普通に考えてね4年前倒しですごいですからね、まあ、そこに関してうちの技術力すごいんだよっていうのを説明していました、まあ、確かにねゼロから始めた楽天モバイルこちらの方がね4年前倒しでね96%到達したのはすごいんじゃないかなと思いますまあ一応ね地図で見てもらうと結構ね楽天モバイルが使えない場所もあったりとかするんですけれどこの辺に関しては他社の人口カバー率 のね、部分を見ても歯抜けの部分で結構あったりします。山の部分にはね、人口がいなかったりするんで、まあ、その辺とかをカバーしなくても、人口がバレて増えるので、まあ、その辺を除いた感じになっています。人口がバレてね、96%になったというところで、まあ、非常にね、多くのところでつながるっていう部分にはなってきて、まあ、ルルカの住んでいる場所でも、確かにね、楽天モバイル、非常につながりやすくなってきています。まあ、なんですけれど、昨日ね、この件に関してライブのをさせてもらったんですけれど、なぜか東京とかで、もともとつながっていたのに、最近つながらなくなったみたいな。まあ、そんな情報もいただきましたので、まあ、実際問題ね、なんかね、楽天モバイル。 起きててんじゃなないかなって気がするので、まあ、人口カバー率では見えない部分でのつながりやすさっていうのがあると思うのでその辺に関してももしかしたら情報の方が出てくるんじゃないかなと思いますなんか都会でね逆につながりにくくなってたりするみたいですよろしければね皆さんの住んでる地域で楽天モバイルどんな感じでつながってるかも教えてくださいそして世界最大級のオープンランを展開というところで、まあ、今回ね人口カバー率96%というのを4年間も前倒しで実現したわけなんですけど、まあ、うちではねいろんな基地局みたいなものを使ってこう電波を飛ばしたことによって人口カバー率96%を まあ早々とね到達しましたよ達成しましたよっていうところで、まあ他社ではね類を見ないようないろんな種類で電波を飛ばしてるってことを説明していました。こねに関してもねまあいろんな理由はあるんじゃないかなと思うんですけれど、まあそれこそねプラチナバンドを持っていなかったりとかするので、まう、あ、その辺をカバーする面でもねいろんな機器を使ってね飛ばさなきゃいけなかったのかなとか、まあその他ね導入しやすさとかも含めた状態でもいろんな種類を使ってるみたいです。展開セル数はなんと20万を超えるっていうここに関しては他社じゃありえないらしいです。実際ね他社がどれくらい使ってるか調べてないんわかんないんですけど、楽天いわく他社であり のオープンラインラを展開しているようです、すそんな感じで、まあ、人口が倍率96%にね、到達している楽天モバイルなんですけれど、データ消費量のうちの楽天回線エリアでの利用割合っていうのも、まあ、急拡大しているってことを説明していました。まあ、一応ね、ローミングサービスが切れたことによって、まあ、強制的にローミングではなくて楽天回線がつながるようになったっていうところで、まあ、それがね、拡大したっていう説明になっていたわけなんですけど、ローミングね、切れてすぐに関しては、なかなか伸びていなかったんですけれど、まあ、12月頃をね、境に伸びているっていうことで、まあ、ぶっちゃけどうなんでしょうかね。年末とかにかにけて 家にいるる人も増えてるんで、まあ、その辺も含めてね、増えてるんじゃないかなと思うんですけれど、10月のね、ローミングサービスが切れることに関して、マイナスに捉えてる方も非常に多くて、まあ、YouTube とかでも、ローミング切れて大丈夫なのかっていう動画上げてる方も多かったんですけれど、まあ、ルルカに関してはね、ローミング切れたことによって、やっぱ楽天回線つかみやすくなったんで、むしろいいんじゃねえかって言ってる派だったんですけれど、それに関しては楽天さんと意思が合ってるようで、まあ、楽天的にも、その感じでローミングが切れたことによって、楽天回線をつかむことができて、まあ、データ容量がね、増えてるっていうことに関して触れていました。まあ、正直な話ね、なんか最後のところでめっちゃ下が ってるんで次のね決算説明会でこの辺がねどうなっているのか気になるところじゃないかなと思いますはいそして顧客基盤は着実に拡大っていうところで、まあ、契約数ね2月時点なんですけど550万を突破しましたまあ、今回に関しても MVNO も込みの数字になっているんですけれど灰色が MVNO そしてピンク色が MNO というところで、まあ、元はね MVNO の部分が多かったわけなんですけど MVNO がちょっとずつ下がっていってまあ、ガンガン下がっていって下がっていってまあ、現在ではね MVNO87 万まで落ちている中 MNO まあ、キャリアになった楽天としては4 5 ままでね契約数が伸びてていいるという形になっていますしかもこの辺に関して楽天としては1年間無料キャンンペーーが終了ししししたたにににも関わらず着実に伸びててていいいるというとうころに関してアピールしていました個人的にはね96%人口カバー率いくまでは3月間無料キャンペーンっていうものがあったんでむしろねそれの力だったりとか端末を安く売ってるっていう部分で、まあ、十分ねお得なキャンペーンやってるとは思うんですけれど楽天としてはやっぱ1年間無料キャンペーンというのは強めのキャンペーンだったんでそのキャンペーンが終わって要はだから楽天としては常時キャンペーンですねっていうので、まあ、着実に増えてるっていうのに にそしてね楽天さんが今回ね結構強めに言っていた部分になってるんですけどナンバーポータビリティによる契約割合の増加っていうのが、まあ、今後のね業績向上に関係してくるんじゃないかって話をしていましたでどういうことかというと普通にね新規契約される方とかよりも MNP によって契約した方の方が向かう容量っていうのが多いっていう傾向があったりとかさら、まあ、にはね解約率が低いっていう傾向があるというところで楽天モバイルとしてはナンバーポータビリティに力を入れたい、まあ、そんな感じの発表内容になっていました。 くるんだけどモバイルセグメント、四半期業績推移っていうところで課金対象の MNO ユーザーの増加、ね、1年間無料キャンペーンが終わった、そしてデバイスの売上の増加、まあ、先ほどからね出てきていますが、キャンペーンでね非常にお得に端末を購入することができるんで、売り上げがどんどん増えている。さらに楽天信号に売上形状が与し、全四半期費で増収というところで売上上がってますよと。で、その下なんですけど、楽天回線エリアの積極的な拡大に伴い、減価償却費やネットワーク関連費用が増加っていうところで、売り上げもね、47.8%っていうことで、かなりの、ね、ペースで上がってるわけなんですけど、 はいマイナス部分ですね営業損益に関しては前年比ということで前回もねやべえやべえって話上がってたと思うんですけどさらにやばくなってマイナス421億円ねさらに増えたっていう形になっていますここだけ見ると前回出てきた4212億円っていう部分がマイナスの部分が分かんないんですけれど、まあ、どうやらここの数字ではなくて4200億円っていうのがまあ正確な数字になってるみたいです、まあ、ただし、まあ、ここでもね記載されているんですけどネット上とかでは悪意のある感じで楽天モバイルの赤字を話している方がいるんですけど、まあくまでね積極的に拡大要はね、まあ、4年前 しししたたた部部分分だっっっっりりととかかもあったりとかしててててて要はね投資のののでで損益っていうのが増えてきてしまっていますので、まあ、楽天モバイル自体に関しては、まあ、これからが、ね、勝負だと思いますんで、まあ、この辺に関してはねキャンペーンでもポイントばらまいていますし、まあ、マイナスに関しては仕方ない部分もねあるんじゃないかなって個人的には思います前回の時のね1000億円赤字の時にも楽天モバイル潰れんじゃねもうダメじゃねって言ってる方いたんですけどなんだかんだ言ってね潰れずに続いていますんで多分大丈夫じゃないかなと思います先行投資に、ね、お金をかけるのは重要じゃないかなと思いますはいそしてこれからの見通しって部分で今回ねめちゃくちゃ 赤字を出したわけなんですけど、まあこれからどうなっていくかっていう部分になります。ローミングエリアの楽天回線切り替えによる費用削減効果1年無料キャンペーン適用のね。ユーザーさんっていうのが終了することによっての売り上げ2022年第1クォーターを赤字のピーク要はね。今回はまだピークじゃないとなんで、今回の赤字よりもさらにはでかい赤字っていうのがね。次はありますとなんですけど、それ以降に関しては回復するっていう。ところで、黒字を見込んでるって話が出ていました。で、黒字に、ね、なる要因っていう部分も説明されていたんです。けれど、課金ユーザー増というところで、まあ、ここにも出てるけどね。1年間無料の？ が終了するとで1年間無料キャンペーンが終わったらその後に関しても楽天使ってくれるよね課金してくれるよねっていうところを見込んでいるそして契約者獲得加速っていうことで、まあ、競争環境の改善っていうのでね他社の解約手数料の撤廃要は今までは辞めたらお金取られちゃうから辞めにくいよねっていうところが減るのに手数料かからない、まあ、あとはねキャリアメールの持ち運びっていうのができるようになったので、まあ、そういうのでね楽天モバイルを選んでくれる人も増えるんじゃないのかっていう部分とネットワークの改善っていうところでまあ、人口が倍率ね96%超えてきて今まで楽天会社使えなかった地域の方でもまあ楽 してててて使っっくれるるんじゃなないいかなっていう部分も、まあ、含めて契約者数が加速するそしてローミング費用減というところで2022年4月以降順次ローミングサービス切り替え予定っていうのですで、まあ、にね去年の10月頃からローミングっていうのを大幅に、ね、削ってきているわけなんですけれど、まあ、4月以降に関してはねさらにこちらのを削減することによって、まあ、莫大な、ね、お金 au に払ってるみたいなんですけどそこの辺を節約していくっていう部分っていうので改善していくっていうのを発表していました古カの、ね、個人的な意見なんですけれどローミング費用減っていうのに関しては間違いない部分だと思います au さんに払う部分に関して 楽天回線が伸びてきたっていうところでこの辺の費用削減できるんじゃないかなと思うんですけれどまあぶっちゃけね1年間無料が終わった後に課金するのかっていうところでまあする方もいるんじゃないかなと思うんですけれどもちろん中にはね0円運用ができたりとかするので0円のまま持ったりとか1年間無料キャンペーン終わったから違うとこ行こうかなみたいなそれこそね競争環境の改善とは言っているんですけどこれに関してはその他のね掛け合わせ M とかにも言えることになってくるのでまこれ楽天だけに利益が出るものではないのでまあそういうのも含めてねまあ1年間無料終わった人が移行しちゃったりとかまあ他者から他の部分に移行 おっしゃるって部分がありますので正直このね上の2つの部分に関しては個人的には川ワザ用がねかなり多いんじゃないかなと思います、まあ、それでもねやっぱりローミング費用がね削減されるだけでも相当よくはなると思うんですけどはいそして長かったんですけどラストになります2021年12 1年月オリリコン顧客満足度調査携帯キャリア総合1位を獲得っていうところで楽天モバイルは4キャリアの中で満足度総合1位を獲得しました、ね、ここにも出てますね大手4キャリア楽天モバイルをね大手と呼んでいいか分かりませんなんですけど一応ね大手4キャリアの中で満足度総合1位を取ったよっていうね の誇らししく言っておりましたここに関して楽天モバイルが1位おかしいんじゃねえかと思う方もいると思うんだけどこれも別途ね以前動画にしていると思うんですけどこの1位になったのは間違いない事実になっていますただしま理由の部分ですよねま1位になれるのには理由があると思うんですけれどその理由としてはこのね満足度の測り方ですねっていうのがまあ楽天モバイルに非常に有利というところで料金プランだったりとかまあコストパフォーマンス端末のラインナップ加入手続きなど項目で高い評価ってなってるんですけれどまもちろんね携帯キャリアを選ぶ理由としてまあ料金プランとかねコストパフォーマンスとかに はね、選択の中に入ってくると思うんですけれどやっぱ圧倒的ににがりりやすすさだったとととかかちゃんと使えるるっっててていいいうのは大事なな部分き思まそういうのに関してもともとは1年間無料があって少し前までは3月間無料があったとこの得点部分を含めればね総合的にお得と判断してまあ、1位を取れたと思うんですけどそういうキャンペーンが少しずつなくなっていてそしてなぜかね、まあ、うちのチャンネルに来てくれる人からすると都市部に関してもなんかつながりにくくなっていたりとか速度が出なくなっていたりとかっていう現象も起きているっていう部分でその辺の得点がなくなっていくね来年以降に関してこの顧客満足度 をね、維持することができるのか。まあ、この辺に関しても注目点じゃないかなと思います。そして、この楽天モバイルの部分では話が出てこなかったんですけれど、一応ね、三木谷さんと、まあ、記者さんとのね、対面でのお話の部分とかでは、スペースモバイル計画に関しても触れていました。まあ、この辺ね、うちのチャンネルでは以前から注目していて、で、それこそ宇宙から電波が飛んできて、で、iPhone とかに関しても、何の設備もなくても受信することができて、さらに送信して、それをね、宇宙に飛ばすことができるみたいな。どんなシステムなんだみたいなね、中継点使わずにできるっていう、まあ、特別な技術みたいのが出るっていう。 のでね。色々とね。盛り上がったわけなんですけど、それがあと数ヶ月後ぐらいかな。には実際にそのサービスで使うための衛星の打ち上げっていうのをやるっていう話で、まあ、今後ね。まあその辺に関してどうなんですか？って話も上がっていました。まあ、ただし、具体的な内容っていうのは上がっていなくて、まあ、そのスペースモバイル計画っていうのが成功した暁にはっていうことに関して、三木谷さんが話していてそういうね。夢物語を聞くっていうのもいいんですけれど、まあ、具体的にね。どんなシステムなのか知りたかったんですけど、まあそこまで踏み込んだ感じでの話はしていませんでした。まあ、ただしね。その辺のサービスに関してもここ1年ぐらいでね。使えるようになる予定。 になっていますのでこの辺がね、出てきたら、まあ、宇宙からどこでもね、つながるようになって、人工化ー率まさかの100%突破っていうのもあり得ますので、まあ、その辺も含めてね、楽天モバイルまだまだね、今後楽しみな部分もありますので、期待していきたいかなと思います。ただし、先ほども言った通り、楽天モバイルね、現状では超赤字を出していて、で、楽天グループ全体としては非常にね、業績良かったみたいなんですけど、楽天モバイルが足を引っ張ったことによって、トータルで言うとね、マイナスになってしまって、楽天グループ全体のね、ポイントサービスとかのね、解約が止まらないというところで、楽天モバイルに関してはね、並頭を買ってる状態になって 楽天モバイルさんぜひね頑張っていただいて楽天モバイルのね売り上げがね良くなったことによってポイント付与率上がったぜぐらいのねそんな未来が来てくれるとみんな幸せになるんじゃないかなと思いますそんな感じでね、まあ、ルルカなりの解釈だったりとか、まあ、ルルカがね見た感じのお話しさせてもらったんで間違ってる部分も非常に多いんじゃないかなと思うのでなんかねここ違うよだったりとか自分こう思うよっていう部分があったらよかったらねコメントで教えていただけるとありがたいです今後も楽天モバイル関係に関してはいろいろと動画の方も上げていこうかなと思いますんでよろしければチャンネル登録いいねコメントのお願いいたします今回も動画の最後ま ご覧いただきありがとうございました楽天モバイル今年も押してくよ